岸田外務大臣は来日したアメリカのケリー国務長官と会談し、北朝鮮に対して挑発的な言動をやめ、非核化を進めるよう求めていく方針を確認しました。我々は北朝鮮は挑発的言動を速やかにやめ、非核化に向けた具体的な行動を示すべきことで一致をいたしました。 We are committed to take action together. We, Japan, the United States, and the other countries that I have met with in the last two days are committed to make that goal of denuclearization a reality.その上でケリー長官は、北朝鮮の行為は北朝鮮自身を孤立に追い込むことを理解する必要があると警告しました。また会談では、北朝鮮の核開発阻止に向け、日米でハイレベルの実務者協議を設置することで合意したほか、韓国も含めた3カ国で連携を強化することでも一致しました。このほか、尖閣諸島問題についてケリー長官は、日本の施政下にあり、現状を変更しようとするいかなる一方的な行為にも反対すると述べ、中国を牽制しました。